ルズバトルスタート
残り5分、さあリッドダークレッツゴラストメイベー
チームよ、拍手。さあ、それでは、ジャッジはお話、ご相談で決めていただきますということで、はい、帰ってからにしましょうか、まあ、書いた上で、書いた上でにしますか、じゃあ。そうですね、はい。今ジャッジが審査ポイントを入れてから、話し合いして、決めますという形になりますので、はい、少々お待ちください。なんと最後は、ジャッジ真ん中でこういうやつやるんでね、あれある、例のやつ、例のやつある、 OK、 話が早いな。さあ、それではね、優勝決めていきますということでね、新人戦ということで、今めちゃめちゃうまいけど、みんな大学1年生っていうね、そんなレベルの高い新人戦でございますが、さあ1年生の日本一、今から決めていきます。で、この後のレッドブルの、ダンスやスタイルもあるんで、皆さんもそのまま、会場にいてくれると嬉しいぜってことでお願いします。さあ、それではジャッジがね、相談の後に、行きたいと思いますんでお願いします。さあ、どうでしょうかね、結構悩んでますかね。結構悩んでるわ、結構悩んでる。それはそう、どっちも良かったんで。もう今、レッドブルのやつ配りますか。じゃあ、レッドブルのやつ配っちゃいますね。もう持ってる、ありがとうございます。はい、この後のレッドブルのダンスヘアスタイルで、オーディエンスがジャッジを決めるダンスバトルやるんで、今のうちに、レッドブルのそのブルーとレッドの紙も配っておいてください。さあ、それではね、どうでしょうか。結構迷ってるわ、結構迷ってる。あ、で、ショーケースの優勝とかはメインステージで発表になるんで、ショーケースの、さっき、ね、踊ったショーケースコンテストは、結果発表はメインステージで19時半とかなんで、結構最後の方に行いますので、ね、はい、それまではショーケースの結果は、19時半ぐらいにメインステージになりますんでお願いします。はい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 、まあ踊ってて、踊ってていいよ、踊ってていいよ。さあ、で、この後ね、レッドブルダンスヨースタイルそのまま行きますんで、ジャッジの、審査中なんでね、少々お待ちください。さあさあさあ、どうでしょうか。
結果の方が出ましたということで、はい、結果の方が出ましたんで、ちょっとじゃあ音下げてもらっていいですか。はい、ジャッジが話し合いまして延長戦になります。すいません、もうワンペーブ、もうワンペーブみたいということで、はい、延長になりました。はい、延長になりましたんで、じゃあ一ターンね、ワンターン、一ターンだけ、1分間のワンターンで何やってもいい、何人出てもいいし、ルーティンやってもいいし、はい、一ターンでお願いします。1分のワンムーブ、ルーティンあり、てか何人出てもいい、何やってもいい、何人出てもいいし、ルーティン使ってもいいし、はい、そんな感じ。1分間の1ラウンドでちょっと延長戦で決めたいと思います。なんでごめんなさい、 DJ は、DJ カッター1曲ね、あ、熱いのある、あるんだ、あるね、さすがだね。じゃあね、代表者じゃないわ、ワンムーブなんで、もうルーティーンやってもいいし、何人出てもいいしって感じ。はい、1分間好きに使ってくださいってことでお願いします。はい、そんな感じ、10秒ずつ踊ってもいいだから、6人出てもいい、そんな感じで、ね、はい、やっていきますけど、じゃあちょっと作戦を軽く決めていただいて、まあ、音が鳴ってから決めてもいいしね、そんな感じで。じゃあラスト1曲になります、これ。はい、 OK ですね。良いかしら、良いかしら、いけますか、大丈夫ですか。めっちゃ話してる、めっちゃ話してるわ。お、まとまったっぽいです。はい、じゃあいける。さあ、立教は整ったみたいなんで、じゃあ延長戦のね、延長戦1分間の1ラウンドで決めていきます。整いました、大丈夫、 OK。 じゃあ皆さんも延長戦の応援してください。延長戦になります。それでは DJ カンタ、オーケー、それでは参りましょう、延長戦レディースタート。さすがにもうないと思う、延長はないと思う。でも延長もどっちも良かったからね、難しいよね。
じゃあカット改めて例のやつを。これでね、決まります。新人戦のクルーバトル優勝が決まりますということで、でその後はレッドブル男性がスタイルあるんで、皆さんもう今俺は練習したいぐらいだけど、赤青の札で、そのまま持っておいていただいて、はい、決まりました。じゃあピースタさん真ん中で、じゃあジャッジとお手でつないでいただいて、横一列お手でつないでこれでいきますんで、ピースタさん真ん中で、はい、じゃあドラムロールの後にビースターさんのタイミングで優勝した方の手を挙げていただきますということで、それでは参りましょうか。 OK、 それでは行きましょうか。味の素オールジャパン新人戦大学対抗クルーバトルのウィナーは、立教大学に到着します。